はい、皆さんこんにちは、016の冬人です。ここ最近カメラのテクノロジーが進んでフルサイズのカメラが買い求めやすくなっています。フルサイズのカメラにアップグレードするか検討する上で、フルサイズのカメラは APS-C やマイクロフォーサーズのカメラよりボケやすいというのを耳にしたことがあると思います。これってどこまで本当なのか、もしそうだとしたらどういった仕組みでそうなるのか、今日はセンサーサイズと被写界深度の関連性について解説したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。 Alright, let's get started. センサーサイズと被写界深度の関連性を話す前に、被写界深度に影響を与える3つの要素についておさらいしましょう。まず1つ目は F 値です。 F の値が小さいほど被写界深度が浅くなり、よりぼかすことができます。最近 F1.8 や F1.4 のレンズが人気な理由の一つは、 F 値が低い分より強いボケを出すことができることが大きな理由の一つとなっています。2つ目は焦点距離。望遠になるほどボケやすいというフレーズを聞いたことがある方も多いと思います。レンズの焦点距離が長ければ長いほど浅い被写界深度を表現できます。逆に広角のレンズだと被写界深度が深くなります。3つ目は被写体からの距離。カメラと被写体の距離を変えることで被写界深度が変化します。近いほど被写界深度が浅くなって、よりぼかすことができます。反対に被写体から離れれば離れるほど被写界深度が深くなります。以上の3つが被写界深度に影響を与える要素です。この原理を利用して意図的に被写界深度の範囲を調整することで、写真に様々な表現を出すことができます。しかし被写界深度に影響を与える要素の中にセンサーサイズが入っていないので、APS-C からフルサイズのカメラにしてもボケは変わらないんじゃないかって考えてしまいそうですよね。残念ながら答えはそこまで単純ではありません。センサーサイズは被写界深度に直接影響は与えないものの、大きいセンサーのカメラで小さいセンサーのカメラと同じ画角の写真を撮るためには、フルサイズよりより長い焦点距離のレンズを使用する必要があり、望遠のレンズを使うことで必然的に被写界深度が深くなって、結果的にボケやすくなるということになります。このコンセプトを理解しやすいように2つの実験を使って説明します。使用するカメラはフルサイズのソニー α7R4 と APS-C のソニー α6500 のカメラです。レンズはこのシグマの 35mmF1.2 のレンズとソニーの 50mmF1.2G マスターレンズです。で、なぜこの2つのレンズを使用するのかというと、どちらのレンズも最低 F 値が F1.2 だからです。また APS-C のクロップファクターは 1.5 倍であることから、このシグマの 35mm のレンズは 35mm×1.5 倍で 52.5mm の換算焦点距離になります。そうなることでこの2つのレンズの焦点距離がほぼ同じになりますので、比較しやすいレンズということでこの2つのレンズを使用します。まず1つ目の実験は、2つのカメラに同じ 50mm のレンズをつけて同じ F 値にし、同じ距離から同じ被写体を撮ります。では撮った写真を比べます。 APS-C のカメラで撮った写真の方が画角が狭いのが分かりますが、フルサイズで撮影した写真を APS-C で撮った写真のフレーミングに合わせてトリミングすると、どちらの写真も被写界深度がほぼ同じだということがわかります。なぜこうなるのかというと、どちらの写真も同じ F 値、同じ焦点距離、同じ被写体からの距離で撮影したからです。この実験から結論付けれるのは、センサーサイズを大きくしただけでは被写界深度には影響がないということです。次に、フルサイズにつけたレンズの焦点距離をAPS-C につけているレンズの焦点距離の 1.5 倍にしたらどうなるのかを実験します。この実験では APS-C の方のカメラに 35mm のレンズを、フルサイズには 50mm のレンズをつけます。これでどちらのカメラもほぼ同じ距離になりました。このセットアップで両方のカメラを同じ F 値にして、
また同じ距離から同じ被写体を撮影することでほぼ同じフレーミングで写真を撮ることができます。結果はこんな感じになります。フルサイズのカメラの方が明らかに被写界深度が浅いのが分かりますね。 APS-C の写真よりもボケが出ています。この結果はフルサイズのカメラの方が焦点距離を長くしたことから発生しています。 F 値と被写体からの距離はどちらの写真も同じなのですが、唯一変わったのは焦点距離です。この結果からフルサイズで APS-C と同じ画角が撮れるよう焦点距離を長くすれば、フルサイズのカメラは APS-C のカメラより浅い被写界深度を達成することができると言えます。なので厳密的に言うと、被写界深度を浅くしているのはセンサーサイズではなく焦点距離を長くしていることから来ているんです。で、結論的に言うと大きいセンサーサイズの方が被写界深度が浅くなると言えます。なぜかというと、同じ画角にするためには大きいセンサーだとより長い焦点距離のレンズを使用する必要があるためです。または長い焦点距離のレンズを持っていない場合で大きいセンサーで小さいセンサーと同じ画角にするためには被写体との距離を縮める必要がありますね。その場合、小さいセンサーよりももっと近くにピントを合わせなければいけないので、その結果被写界深度が浅くなります。まあ、反対に言えば APS-C のカメラでフルサイズカメラと同じフレーミングで被写界深度を再現させるためには短い焦点距離のレンズを使う必要があります。ここでおそらく何人かの方が気になっていると思うんですけれども、フルサイズよりセンサーの大きさが大きい中盤カメラでフルサイズと同じフレーミングで写真を撮ろうとすると被写界深度は浅くなるんじゃないかっていうことですね。はい、論理的に言うとそうなりますよね。中盤カメラですとまたさらに画角が広くなってしまいますので、フルサイズのカメラと同じ画角にするためには焦点距離を長くするか、もしくは被写体に近く寄らないといけないので、フルサイズのカメラよりも被写界深度が浅くなります。これってボケが好きな方で中盤カメラを検討している人には重要な情報ですよね。例えば中盤カメラにつけたレンズの F 値が 2.8 だったとしても、フルサイズのレンズの F1.8 ぐらいの被写界深度が達成できたら、それは中盤カメラが欲しくなりますよね。まあ、でも中盤カメラのボケ感が欲しいがために100万円以上のカメラを買う人は滅多にいないと思います。それに F2.8 はそこまで明るくないですしね。まあ、そんなこんなで写真の中でボケっていうのはもちろん全てではないですが、ボケをうまく使用すれば、まあ、写真の表現力も大きく変わってくると思います。まあ、そんな中でセンサーサイズと被写界深度の関連性を理解することっていうのはとても大事なことだと思います。はい、そんな感じで今日はセンサーサイズと被写界深度の関係を説明しました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは浮遊写真の撮り方や機材紹介、一般的な写真の話の動画を上げています。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。 SNS でも今画面に映っている浮遊写真をたくさん載せていますので、もしよかったらそちらもご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。 See you in the next video.